どうも、陣内智則です。さあ、今回は、お蔵入りになったコントサンタクロースをみんなで考えようということで、まだまだあるんだよね、ひどいネタが。もうあるなぁ、思って、過去のやつを振り返ってたら。で、このサンタクロースっていうネタがね、僕ほんまお蔵入りなんですよ。ほんと僕の大阪時代のイベントでやったのかな。もうあんま覚えてないのよ。全然受けずに。ほんでこんなひどいネタあるぞっていうので、お客さんなしで一応撮ってるんですよ。これはね、まあお子さんに見せない方がええかな。受けないし、ちょっと下ネタやし、前のね、心電図っていうのあって、あれはまだね、ちょっとポップな方やと思うんですよ。そうですね。今回これをね、皆さんからボケを募集して、リアルに12月24日のクリスマスイブに配信したいと思います。コントサンタクロースを。まあ、まず、どんなんかまず見てもらおうか。そうですね。いや、俺もちょっと俺何年か無理やで、これ見んの。じゃあまず行きましょうか。お蔵入りになったコント、サンタクロースをまずご覧ください。どうぞ。ああ、今日は待ちに待ったクリスマスイブや。サンタさん来てくれるかな。ちゃんとな、欲しいもん手紙に書いたからな。よし、お利口さんに寝たらサンタさん来てくれるって言うからな。もう寝よう。よし、サンタさんお願いします。ちょっと若いな。し、楽しみやな。クリスマスイブや、ね、おやすみなさい。で、サンタさんに手紙書いてんね。どんな？サンタさんへ、おもちゃが欲しいです。朝なった。はあ、あ、来てるサンタさん。やった、お利口さんしたからおもちゃくれた。やった。おもんな。まあまあまあ、サンタさんへポケモンが欲しいです。ポケモン。朝なった。おのおののクリスマスイベント。サンタさん来てる。うわ、ポケモンや、ポケモンや。やった、ポケモンや。ポケモンはポケモンでもポケットはものすごいあるもんペア。サンタさんへ、サンタさんの大切なものが欲しいです。何やったっけ、覚えてない。お母さん。あー、トナカイの首や。サンタさんへ、物よりも愛が欲しいです。いやいや、もうちょっと待って、ちょっと待って、ナイストップ、あかん。これ最後じゃない？これ最後ですね。あ、4本だけだ。そうですね、4ボケですね。最悪やな。あ、こう 4本か、4本っていうか4パターンだけか。あ、じゃあもう止めようが止めまいがここで終わりやね。そうですね。あ、ほんならもうこれもええわ、ラストやな。そういうことです。ほんまに滑ったな。滑るわな。完全にサンタさんに侵されてるもんな、これ。あ、でも考えやすいんじゃない、これを。12月24日に生まれ変わって、本当の聖なる夜、笑いと鈴の音と希望が見えるような、そんなちょっと皆さんコントにしましょう。まあ、最初はええんじゃない、あれ。システムはこの感じね。サンタさんへって手紙、何々が欲しいですっていうので、朝起きて、まあ、おもちゃはぐらいはええか。そうですね。まあ、そのおもちゃはちょっとなん、まあ、あれでもええけど、なんか違うのでもええか、はい。今やったら何、当時ポケモンが流行ってんな、きっとね。鬼滅とかですか。ああ、はい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 、鬼滅のなんとかが欲しい。あ、いいね、はい。なんか、まあ、言葉遊びになってくるか、はい。なんやろ、サンタさんの一番大切なもの欲しいです。あと、またやってくるよな。なんせこの今回はもうファンタジーなネタに変えてほしい。子供がワクワクするようなネタ、理想は僕のサンタクロースっていうネタを12月24日に見て笑って、早く寝ないとサンタさん来てくれないよってお母さんが言われて、子供たちが眠りにつくっていう、そういうのをやりたいね。こんなんやりたいんちゃうか。多少こう攻め込んだのも欲しいけどね。イメージはサンタさんへ〇〇が欲しいです。起きた、届いてるかな、あ、来てる来てる来てる、んで、うん、なんかツッコミ、モノボケもあり、うん、サンタさんからの手紙とかでもいいですね。手紙も OK、はい、
そうやね。前回のマックスがあんなにええ感じになったから頑張ったから、ムッチもそう、小宇宙戦争もそうね、めちゃめちゃ送ってきてくれたあの名前長い子皆さんの案をね、僕も考えますから一緒に考えましょうということで、お蔵入りになったコントサンタクロースをみんなで考えようということで、皆さん2週間3週間ほど募集してますんで、どんどんもう自信持って、何でもいい、もうほらレベル、こんなレベルでやって何でもあの面白いなと思います送ってくださいということで、待ってます。11月24日の方も楽しみにしてください。ではネタ人よろしくお願いします。ご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。